アミット・アニル・チャンド・ラシャーは、インドの政治家。インド人民党所属のローク・サバー議員であり、同党の総裁を2014年から2020年まで、務めた。第2次、モディ内閣で、内務大臣。BJP の最高戦略責任者であり、ナレンドラ・モディの側近である。2019年インド総選挙では、BJP 総裁として選挙戦を戦い、 同党の最高獲得議席を記録する勝利へと導いた。1964年10月22日にムンバイで生まれる。彼の家族は裕福なヒンドゥー教徒でバニアであった。少年時代から民族義勇団に入党した。1991年インド選挙でラール・クリシュナ・アードバーニーの選挙運動本部長を 勤めていたとき、その優れた手腕が脚光を浴びている。1995年、BJP は、グジャラート州で、初の州政権を樹立し、ケースハブハイパテルが、州首相に就任した。当時のグジャラートでは、インド国民会議の影響力が強かったため、モディとシャーは共同して、農村部での国民会議派の勢力を削っていった。その戦略は、 すべての村で2番目に影響力のあるリーダーを見つけ、その人物を BJP に参加させるというものであった。彼らは様々な村のプラダンの職に選挙で敗れた8000人の有力な農村指導者のネットワークを形成した。1997年にモディはグジャラート州議会の補欠選挙にシャアが出馬するよう働きかけた。シャアは補欠選挙に立候補して当選し、 1997年2月には衆議会議員となった。1998年の衆議会選挙では再選している。アミットシャーの BJP 総裁就任を祝福するナレンドラモディ2014年7月中央委員会においてアミットシャーの BJP 総裁への任命が全会一致で承認された。2016年1月24日には BJP 総裁に再選。 党首就任後は積極的な党員拡大を展開し、2015年3月までに BJP は1億人の党員を獲得した。2014年から16年にかけての総裁在任中には、マハーラーシュトラ州、ハリアーナー州、ジャンムーカシミール州、ジャールカンド州、アッサム州の各州議会選挙で BJP は勝利を収めたが、 デリーとビハール州の衆議会選挙では敗北している。2019年5月30日に閣僚の宣誓式を行い内務大臣に就任した。6人の姉妹がおり、そのうち2人はシカゴに住んでいる。ありがとうございます。